1949から1950シーズンの NBA は NBA の4回目のシーズンである。バーが NBA と解消してからは最初のシーズンである。シーズンは1949年10月29日に始まり、1950年4月23日に全日程が終了した。1949年8月3日、バーが NBL を九州合併し、 NBA が誕生する。バーと NBL はライバルの関係にあったが、チームや選手の質は1926年からの歴史を持つ NBL の方が上だった。事実、1947から48シーズン、1948から49シーズンのバーチャンピオンはいずれも NBL からバーに移って1年目のチームだった。しかし、 アメリカ中西部の小規模な都市を基盤とする NBL に対し、東部の大都市を基盤とするバーの方が優位に立つようになり、1948から49シーズンには、ミネアポリス・レイカーズをはじめとする4チームが NBL からバーに移った。そして1949年には、リーグ同士の対立で増大する負担を避けるために、話し合いが持たれ、両リーグが統合することが決まった。 バー NBL の統合により、リーグは急速に膨れ上がる。既存のバー12チームに加え、さらに NBL から、アンダーソン・パッカーズ、デンバー・ナゲッツ、シボイガン・レッド・スキンズ、シラキュース・ナショナルズ、トライシティーズ・ブラック・ホークス、ウォーター・ルー・ホークスの6チームが合流し、さらにインディアナポリス・オリンピアンズが新設された。一方で、 インディアナ・ジェッツとプロビデンススチームローラーズの2チームが解散し、最終的には17チームとなった。リーグは再編され、2デビジョン制から3デビジョン制となった。レギュラーシーズンの試合数は各チームごとにばらつきがあり、68試合か64試合、あるいは62試合だった。各デビジョンから上位4チームがプレーオフに進出する。リーグは一気に、 チーム数を増やし全米規模となったが、当時のリーグには17ものチームを抱えられるほどの人気はなく、翌シーズンには6チームが姿を消すことになる。ドラフトでは、ハウィー・シャノンが全体1位指名を受けた。他にアレックス・グローザ、リック・マグワイヤ、ラルフ・ビアード、レオ・バーン・ホースと、ジャック・コールマンらが指名を受ける。またこの年、NBA 初の地域ドラフトによる指名も行われた。 これはチームが一巡目指名を放棄する代わりに地元選手を獲得できる制度であり、地元ファンを増やすことでリーグの人気の底上げを狙ったものであった。地域ドラフトは通常のドラフトよりも重要視されており、その名を歴史に刻むような多くの名選手が地域ドラフトにより NBA 入りしている。この年に地域ドラフトで指名されたバーン・ミッケルセン、江戸間恒例2名とも後に、 伝道入りを果たした。この制度は1966年まで存続した。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。17チーム3デビジョン制になったことで、プレーオフのトーナメント方式も大幅に変更された。まず、デビジョンごとにレギュラーシーズンの勝率上位4チームで、トーナメントを争う 勝ち上がった3チームのうち、レギュラーシーズンの勝率1位のチームが、ファイナルの1つ目の席を獲得し、残りの2チームが残る1つの席を争う。ファイナル以外は3戦2勝制で、ファイナルのみが7戦4勝制である。レイカーズがファイナルでナショナルズを下し、NBA 初の連覇を達成した。NBA は、長い歴史において圧倒的な力でリーグを支配する。 王朝と呼ばれるチームを排出してきたが、ジョージ・マイカン率いるミネアポリス・レイカーズは、その初代と言える存在であり、圧倒的な支配力を誇るマイカンを筆頭に、ジム・ポラード、このシーズンから加わったバーン・ミッケルセンのトリオは、しばしば NBA 史上最高のフロントラインと、評された。ナショナルズには、ドルフ・シェーズ、アル・セルビ、ポール・シーモアら優秀な選手が揃っていたが、 それでもマイカン要するレイカーズの優位を覆すことはできなかった。ありがとうございます。